どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっと残念なねお知らせが入ってまいりました。こちらのですね、こちらは JCB ゴールド、もうね私は解約してしまって券面もね変わってるかもしれないんですけども、 JCB のクレジットカード、まあゴールドカード、まあプラチナカードはね今回入ってないんですけども、ゴールドカードまでのねクレジットカードですね、旅行保険がですね解約が発表されましたので、本日の動画ではですねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、こちらのね JCB ゴールドカードまでのね旅行保険が解約になってしまったということで、個人的にはですね JCB といえばですね、旅行保険がね非常に強いねイメージがありまして、ここはね取り柄な部分じゃないのかななんていうふうに思っていたわけなんですけども、残念ながらですね今回ね、旅行保険が解約ということで、今まではですねこの JCB のゴールドカードっていうのは旅行保険ね自動付帯のクレジットカードだったわけなんですけども、一部を除いてですね自動付帯から利用付帯にね変更になるということで、結構ね JCB のクレジットカードね保有されている方まあまあいるんじゃないかななんていうふうに思いますので、 JCB カードね発行検討されている方、またね JCB カードね保有されている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。まずね公式サイトね、こういった形で、公式サイトね出ておりまして、カード付帯保険の適用条件改定のお知らせということで、2023年4月1日よりですね JCB のクレジットカード、デビットカードに付帯する海外国内旅行の障害保険、国内海外の航空機遅延保険の適用条件改定しますということで、またね今回、自動付帯から利用付帯に変更にはなるんですけども、金額とかはですね一切変更がなくてですね、2023年の4月1日よりですね自動付帯が利用付帯にね変更になるっていった形になるんですよね。ですので2023年の4月1日だから3月31日までは今まで通りですね自動付帯で利用できるんですけども、4月1日以降はカードをね利用していただかないと、この旅行保険っていうのは適用にならないっていった形になるんですよね。で今回ですね自動付帯から利用付帯に、ね、変更になるんですけども、この対象カードですね、ここが結構重要な部分ではあるんですけども、 JCB グループのねカードが対象っていった形になりますんで、まあ、JCB がね発行しているクレジットカードであれば、まあ、ほとんどがね対象になってくるかななんていうふうに思うんですけども、かなりね数がありますので、もしね気になる方はこちらね、概要欄に載せておきますので、こちらね見ていただければなと思うんですけども、 JCB のねプロパカードとかね持たれている方、これ JCB のねプロパカードのゴールなんですけども、まあこれもね対象になるっていう風になりますんで、まあ基本的にはですね JCB のねマークがついているゴールドカードはね対象になってくるかなっていう風に思います。で ANA と JAL にもですねこの JCB のクレジットカードありますよね。なんとですねこれ発表があって、うわすごい嫌な予感がすると思ったんですけども、こちらね ANA と、JAL のね JCB カードありますよね。こちら一覧になってるんですけども、こちらだけですね今回の発表に対象外に、ね、なっているんですよね。ですので ANA の JCB ワイドゴールドカードだったり、JAL のねクラブ A のゴールドカードの JCB だったり、まあ、こういったカードはですね今回ね対象外になっておりますので、 ANA のねあのスーパーフライズとかね持っている方で JCB のね、JCB ゴールドカードとかにねされている方もいらっしゃると思いますし、JGC でもですね、JCB ゴールドカードにねされている方いらっしゃるかと思うんですけども、現時点ではですねそのままね利用することができるっていった形になります。いや私もですね今ね私は SFC を、アメックスでねアメックスのゴールドで持ってるんですけども、もうそろそろね解約の電話しなきゃいけないんですけども、私もね今年はアメプラ持ってるので JCB のね一般カードのスーパーフライズにねするつもりなんですけども、来年以降ね JCB ゴールドのスーパーフライズカードね、そっちにしようかななんていうふうに思っているので、今回ね発表された時いやーやばいかもって思ったんですけども、まあね対象外カードにね ANA と JAL のカードが入っておりましたんで、ほっとしたところなんですけども、まあ、今後ねちょっとどうなるかはわからないですね。それでは次にですね、今回ね、自動付帯から利用付帯にね変更になるわけなんですけども、どうやったらね
今後ね、保険が受けられるのかっていう話なんですけども、今回の発表ではですね、3つにね、分かれておりまして、海外旅行保険と国内旅行保険と、航空機遅延保険でこの適用条件がね、分かれておりまして、まず海外旅行保険についてはですね、どうやったらね、対象になるかっていう話なんですけども、日本出国前に飛行機、電車、船舶、タクシーといった乗客として搭乗する交通機関の利用代金を、支払った場合ですね、もう一つが、出国前に、宿泊を伴う募集型企画の旅行代金を東亜カードで支払った場合、まあ、ツアーを決済した場合ですね。で、もう一個ですね、日本出国後に乗客として搭乗する、公共交通用具の利用代金を初めて該当カードで支払った場合ということで、この文言ね、聞いたことある方多いと思うんですけども、今ね、この利用付帯にね、どんどん切り替わってるアメックスもそうですし、セゾンアメックスとかもそうなんですけども、どんどん自動付帯から利用付帯にね、今海外旅行保険で、ね、切り替わってるんですけども、出国後にもですね、適用条件に入れることはできるんですよね。ですので、空港に着いてですね、まあリムジンバスでもいいですし、街中に行って、バス一区間でもいいですし、電車一駅でもいいので、まあそういった時にですね、クレジットカード切っていただければ、海外旅行保険ね、適用になるっていう風になりますんで、ハードル自体はですね、この海外旅行保険に関しては結構低いかななんていう風に思いますので、ぜひね、押さえておいていただければなと思います。それでは次に、国内旅行の場合ですね、下のいずれかを事前カードで支払った場合、満たした事件以降の旅行期間が保証対象となり、決済対象の範囲のみ保証対象になりますということで、3つですね、乗客として搭乗する交通乗用具の搭乗中の障害事故、宿泊施設に宿泊中火災破損爆発による障害事故、宿泊を伴う募集型、企画旅行参加中の障害事故ということで、結構ね、厳しめになっておりますね。満たした時点以降の旅行期間が保証対象になるんですけども、決済対象の範囲のみの保証になるというふうになりますんで、ですんで、もう国内旅行に関しては本当に保険をね、かけておきたいっていう場合は、もうこのクレジットカード一つでね、いろんなものを決済しといた方がいいですね。はい、決済対象の範囲のみ保証対象になりますっていう風になりますんで、分けちゃうとね、なんかここだけ利用できないみたいなね、そんな感じになりかねないかなと思いますので、この点はね、押さえておいた方がいいかなと思います。それでは次に、国内外の航空機遅延の保険ですね。こちら適用条件は航空機の料金ですね、これをクレジットカードで支払った場合のみ対象になるっていう風になりますんで、今まではですね、持っているだけで航空機遅延もね、受けられたわけなんですけども、航空便のね、費用をクレジットカードで決済しない限りですね、保険の対象にはならないっていう風になりますんで、この点はね、ご注意ください。ということで、今回ですね、 JCB のクレジットカードが、旅行保険適用条件改定のお知らせということで、ちょっとね、残念なニュースがね、入ってきましたので、解説させていただいたわけなんですけども、いやー、 JCB のね、ゴールドカードで本当に旅行保険がね、非常に強かった JCB なんですけども、 ANA とね、 JAL のクレジットカードを除いて、ほぼほぼのね、ゴールドカード、これが良くて持っている人もね、中にはいらっしゃったのかなと思うんですけども、今回ね、自動付帯から利用付帯にね、変更になるっていう風になりますんで、これね、開始になるのはね、来年の4月1日以降なんですけども、知らないとですね、これ本当に今までね、自動付帯だったんで、持ってればいいと思ってたのに、これがね、持っているだけではね、対象にならなくなるっていう風になりますんで、この点はね、ご注意いただければなと思います。で、またね、ツイッターを見てるですね、対象のクレジットカード保有されている方は JCB からね、メールが来ているそうなので、そちらもね、ぜひチェックね、してみていただければなと思います。幸いね、今回 ANA と JAL のね、クレジットカードに関しては対象外ということで、対象に入ってきませんでしたけども、ちょっとね、この流れからすると、まあいろんなクレジットカード会社がですね、自動付帯から利用付帯にね、変更にしておりますので、まあ今回ね、対象外に入りましたけども、ちょっといつ変更されてもね、おかしくなさそうですよね。まあちょっとね、またこういった情報がね、入りましたら、またね、速報動画作りたいなというふうに思いますので、ぜひね、チャンネル登録しておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。